テレポ。アメリカがミャンマーの国軍司令官などを対象に制裁を発動したことについて、茂木外務大臣は制裁は非常に限定的な形で働きかけを行うものだとして、制裁を理解するとの立場を示しました。今回の米国の決定、これはある意味ですね、非常に限定的な形でミャンマーに働きかけを行う、こういうものであると、そんな観点から理解をしております。その上で、日本のミャンマーに対する制裁措置については、日本独自の役割を果たしつつ、アメリカをはじめとする同志国と連携をしていきたいと述べるにとどめました。日本政府が歴史的にミャンマー国軍と独自のパイプを持つことなどを踏まえた発言とみられます。